ご紹介をいただきました小沢一郎でございます、ゲストスピーカーと言いましても今はもう選挙の最中ですし特段に、申し上げることはないんですけれども一点だけ、私どものことにつきまして皆様に誤解のなきように申し上げておきたいことがあります。私たちは俗に新党を作ったということを言われておりまして新党で何を目指しているのかというふうなことを皆様方の仲間の方々からも言われることが多いわけであります。私どもは形の上では新党ということになりますけれどもその基本的な哲学政治姿勢においては政権交代で民主党が国民の皆様に訴えそして政権を担った場合にこのように日本の社会を作り変えたいということそのことを我々はずっと思い続けそして今後もそれを継承して目的を少しでも達成できるようにしたいとそう思っている集団であります。民主党が政権を取った後に次第次第に旧体制と妥協といいますか旧体制の中に自分自身がを埋没させている形になってしまいました。したがいまして、私らはまっすぐに進んでいるつもりでございますが、民主党の方が曲がってしまった。しかしその曲がってしまった方針を体質が変わってしまった民主党を多数で変えるだけの力を我々持ち得ませんでしたのでやむなく民主党と決別して新しい党を作るに至ったということですのでその点だけはぜひご理解いただきたいと思います。